今日はソ連の唐揚げを作りたいと思います。41年10月ソ連が不可侵条約を破棄、ドイツ第三帝国に対し宣戦布告します。が、粛清を決めすぎたのか宣戦してきただけで攻撃してくるわけではありませんでした。何やってんだ？こいつ、一応ロンドンに熱を加え横槍を入れられないようにお祈りし、空軍には東部戦線の制空権の確保を命じます。相手のキャスを妨害するためですね。制空権を100握っていても稀にキャスが来ます。対空砲を装備していないのでめちゃくちゃ刺さります。え？対空砲装備すればいいんじゃないって？確かに対空砲を装備すればキャスの損害を軽減できます。が、総合的には火炎放射戦車を3積みした方が損害を軽減できます。制空権を確保していればキャスが来るのは稀ですし、相手がキャスを呼んだとしても、火炎放射火力支援で先行制圧してしまえばいいのです。実際の戦闘の様子をご覧いただきましょう。こちらの編成は3号戦車と4号戦車が主力。支援部隊は火炎放射戦車を3積み。もちろん初手は火力支援。なぜなら彼もまた特別な存在だからです。相手の前2列は BT57、後列は T34-76。こんな感じの戦闘が延々と続くので戦闘は大幅カットさせていただきます。祖国の英雄となったソ連軍兵士の約8割が火炎放射を経験したと思います。さて、戦局としてはバルト三国、ウクライナ、ポーランド全域を制圧。だが、まだ止まりません止まりまり。習近平からスターリンの地元に遊びに行きます。ここら辺30年前にソ連が崩壊して謎の国が大量発生しましたね。世界地図がわかりづらくなりました。今までソ連の一言で済んだのですが。さて、ソ連戦を早期に終わらせるにはモスクワ、レニングラード、スターリングラードの3都市の制圧が必要ですが、南北に偏っており欧州方面から行くと、早くても1ヶ月半かかってしまいますが、習近平、スカンジナビア方面からなら1ヶ月で到達します。欧州方面が徐行、南北方面が始行となりますが、南北方面の攻勢が頓挫した場合欧州方面が始行になります。南北方面は本国から遠すぎてやり直しが効きません。欧州方面はオストプロイセンで軍を編成できるのでやり直せます。この始行と徐行の変化、現在進行形でウクライナで起きていると思います。キエフ攻略が始行、東部が徐行、開戦から数日はそうだったと思います。しかしキエフの早期攻略失敗により今は徐行になっているのではと思います。一見無意味な攻勢に見えますが好意的に見れば、攻勢をかけることで東部に対する増援、補給を妨害し、東部戦線を連邦軍が有利な状況にしているのではないかと思います。さて、勝利の瞬間こそ一番危険である、ナポレオンの言葉だったと伝え聞いておりますが、敵を敗走させても油断せず反撃に備えよということですね。現在の状況を的確に表しています。ソ連の三大都市に大手をかけターンエンドしたのですが、ソ連軍の激烈な反撃を受けています。戦線から突出していたウクライナが特に激しい攻撃に見舞われましたが、見事撃退に成功スターリングラードの戦力も減少させることができました。やっと画面に解説が追いつきました。現在の戦場はフィンランド。防衛部隊は機構に歩兵1の3個師団。ソ連軍は15個師団で戦力差は5倍です。最初はヘルシンキに防衛部隊がいたのですが、東の都市ビボルダでソ連軍を待ち受けます。ソ連軍機構師団はこの部隊を無視しヘルシンキに進みます。おさらいですが機構師団は都市の占領ができません。都市の制圧には歩兵部隊が必要です。勝利条件は制限時間内に敵を殲滅するか、一定以上の都市を占領することです。つまりビボルダで後続の歩兵部隊を殲滅すれば、時間切れで防衛に成功します。歩兵部隊を殲滅したのがこちら。敵機構師団はヘルシンキに留まったまま。後続部隊は戦車の前に敗れ去っていきました。ターンが帰ってきたので三大都市の制圧に向かいます。まずはスターリングラード。防衛部隊は6個師団と少なめ。先ほどの攻勢で戦力を失ったようですね。敵の前衛は AT-O41 火炎放射戦車、中列は KV アジン。この編成はここでしか見られませんでした。というか AT-O41 はここでしか見てません。この編成はソ連軍の中で一番強力でした。正確に言うと中列の KV アジンが強力でした。火炎放射戦車は支援部隊としては強力ですが、主力兵器としては射程1なのでいないも同然です。実際にこの戦いで KV アジンしか戦っていませんでした。ソ連軍最強の編成なのに中列しか仕事してないのは草も言う秋。KV アジンを含む編成は他にもあるのですが、
3個大隊入れてるのはここだけですね。編成によっては1個大隊のみの場合もあり、開幕火炎放射で即落ちする姿をよく見かけます。今回の戦いで敵師団を殲滅することができませんでしたが、残った敵はスタッフが美味しくいただきました。原作でもブレストリトフスクで KV が奮戦してましたね。この世界でも伝説になってそう。スターリングラードと近隣都市の制圧に成功。バルト三国からレニングラードに行けません。地続きだよね。おかしい。おかしくない?予定通りフィンランドから行きます。防衛部隊は6個師団。スターリングラードと同数ですね。こちらはフィンランドを防衛しボロボロになった3個師団。でしたが、問題なく攻略できました。それでは行ってみましょう。いざモスクワ。防衛部隊は18個師団で、こちらの2倍。実際のところ6個師団は西部から動いてませんでした。モスクワと、南部の都市プーラを制圧し、これにて3大都市を制圧しました。しかし、まだ交戦するみたいです。実際この時代って降伏してもひどい目に遭う可能性も高いため、最後まで戦い抜くという選択肢はありだと思います。まあ現代でも相手国によりますが、最後まで戦い抜いた方が良い場合があると思いますが、ベラルーシの北の何とも言えない地域を制圧しました。ソ連軍の交戦はいつまで続くのか?ソ連が降伏しました膨大な資源と生産ラインが手に入りますが、敵はイギリスだけなので今更そんなに手に入れても、クリスマスまでに兵士を家に返すことができるかもしれません。というわけでソ連は1ヶ月で降伏しました。ここまでご視聴ありがとうございました。